こんにちは、超たけロスです。えっ、ー、と、巷で、ゼルダの伝説。今すっごい騒いでますけど、俺ね、ゼルダの伝説、はっきり言って興味ないんだわ。うん、あの、ディスクシステムのゼルダとか、うん、あの、スーパーファミコの最初のゼルダは好きだったんだけど、それ以降もうね、うんやってないっていうか、うん もう、初めの散策以外興味ないっていうかさ、ゼルダのやつ俺、この、謎解きがめんどくさ、くてさ、うん、謎解きやるんだったら、とっとと早くストーリー進めて、みたいな感じ、なのよ、俺は。うんあ。パズルゲーっていうかさ、うん、俺、一番嫌いなのはさ、このゼルダってさ、一人旅じゃん、基本。俺、それが退屈なのよ。一人旅で、 もう女の子のパーティーもないし、あと音楽もさ、なんか暇臭いんだっけうん。暇臭くて眠くなるのよ。このゼルダの曲。フィールドの、うん。昔のゼルダのあの曲でさ、物語進めれば面白いか、フィールドの曲飛び出せば面白いかなと思うんだけど、 音楽も暇だしさ。あと、なんて言ったってさ、この広い大地を歩くのがすっごいめんどくさい。うん。うん、ブレワイのさ、やつだとさ、うん。なんスタミナ減るじゃん。あれがもうやでやでさ、めんどくさくてさ、うん。一回まずさ、パッケージ版買って、 ブレワインの時ね。一回目パッケージ版買って、で、飽きて、もう一回、うん、やれば面白くなるかなと思って、ダウンロード版買っちゃったんですよ。で、そしたらやっぱりすぐ飽きて、俺未だに後悔してるっていうかさ、ダウンロード版買うんじゃなかったみたいなさ、うん。失敗したんだよね。8000円くらいするもんね。 俺、ニンテンドーゲームは、うん、大人になってからダメなんだよ、うん。スプラトゥーン3もダメだったし、れ、うん、ポケモンは一切やったことないし、うん、あの、あれなんだっけ、えっと、スマブラー、 もう一応ダウンロードしたんだけどやっぱ長続きしなくてさニンテンドーゲーム機は俺、うん、続かないわ、うん、だね、うん、ご視聴ありがとうございました